はごゆっくりお楽しみください。こちらミスタードーナツで発売されている、はい、ちょっと待ってくださいね。新作ドーナツ、生フレンチクルーラーの3種類を食べたいと思います。これがノーマル、あ、これ多分見た目エンゼルフレンチですね。で、さ、残る一つはストロベリーフレンチ。これもどれもミスタードーナツのフレンチクルーラーではおなじみの味ですね。それが3つ並んで、生になると何がどう変わるんでしょうか。まずは通常版から食べていきたいと思います。わ、通常の生地よりもちょっと下になんか横に広いっていうか、なんていうかみたいな感じで、ダメだ、シュガーでベタベタになって割りにくいので、もうこのままいただきますね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。生になるとどんな風になってるのかなと思って食べてみたんですけど、おー、通常のフレンチクルーラーと比べるとやっぱり違いがありますね。まず生地が通常以上にさくり軽いです。そして中に入っているクリームも、おー、まろやかと思いきや、ちょっとパンチが来たりもして美味しいです。甘酸っぱさが入ると特にいいんですけど、それ以外もやっぱり捨てがたいんですね。サクサク食べ進められて美味しい、もっといろんな味で食べてみたい、そんなフレンチクルーラーです。何年か前に生ポンデリングって出ましたけど、ミスドのドーナツは生が強いのかな。もちろん今の時期痛みはすいのでほっといたらダメですけどね。詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。まず3つに共通する生地なんですけど、通常のフレンチクルーラーよりもさらに柔らかめで、サクッと食感がより増していたような気がします。生と言いますが、いわゆるドローッともちっとした感じではなく、むしろさっくり感を増すために生クリームを入れたのかな、ような気がします。それを踏まえて言いますと、最初に食べた生フレンチクルーラーは本当にシュガーグレーズの甘さがシンプルで、サクッと口の中で心地よい音を垂れてシュワーッととろけていきました。その次に食べたエンゼルフレンチはクリームと生地の相性がより良くなっていましたね。なんか生地が柔らかいので、ね、クリームもすんなり溶けていって、生地にシュワーッと甘みを染み込ませているような、そんな気がしました。ですが最後に食べたストロベリーフレンチクルーラーが一番今回の好みでしたね。中に入っているイチゴジャムが甘酸っぱくて、さっぱりとしたドーナツ生地と非常によく合っていたんです。なんか甘いだけじゃない、ちょっと酸味が入ることでまた違う角度から攻めてきた、そんな気がしますね。なんだろうな、ただ甘いだけじゃなく、さっくりと軽い生地をより活かせるイチゴの甘酸っぱさがいい引き立て役になっていたのではないかと思います。それでは今回食べた中では、さっきの代表と言いましたこちらのストロベリー生フレンチクルーラーを6点とさせていただきますね。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。